はい、良い子のみんな、お相撲は親お蝶のお兄さん、ヘビリンだよ、チェーキというわけでございまして、どうもどうも皆様こんにちは、斉藤でございます。お元気でいらっしゃいますか？今日もですね、ヘビ蔵のお待ち遠さま、大相撲今日の親お蝶始まりました。今日はですね、大相撲春場所令和4年ですね、5日目が終わりました。そしてですね、まあ、この5日目の反省とですね、6日目の考察を重ねていきたいと思います。お耳を拝借いたします。それでは番組始まります。よろしくどうぞ。というわけでございます。というわけでございまして、突然始まっちゃうわけでございます。改めましてこんにちは、どうも斉藤でございます。今日はですね、5日目が終わったざますわよ。まあ昨日のですね、私のおよそバッタバッタと外れるざますわよ、誠に申し訳ございません。レギュラーコメンテーターの皆様、相変わらずまたね、ヘビリンは大嘘つきになっちゃった、ライアーヘビリンってこう呼んでいただくと、とっても悲しいわってこうなるわけざますわね。というわけでございましてですね、ちょっと今日反省しておきましょうか。どういうことがあったのというふうになっている、おるわけですから、ちょっと確認しておきましょうね。はい、千代丸くんとね、淡路チンピラくんがやって、実家全勝で勝っちゃった。もう昨日は地震が来たわよね。まあそしたら実家も焼けちゃった。そしたら木下くん勝っちゃったというわけでございました。そしてですね、あのカルピスちゃんとですね、あの私日本人になっちゃった青山ですというわけでございまして、やりましたらですね、まあてっきり打ち返しで、まあ、青山くん勝つけど、まあこれは勝ちましたわね。私日本語よくわからないですけど青山ですなんてこう言いながらですね、私とにかく相撲を取って親方になって、お金儲けますってこういう風になってるわけでございます。さあどの名跡買うのっていうと、もしかしたら田子の浦買うんじゃないの。その前に忘れてましたけど、実家全勝野郎は親お蝶というわけでございましてですね、この豚野郎ってそういうこと言ってはいけませんって言ってるでしょ。冒頭から初っ端からやめましょうね。いいですか。そしてですね、けだぐり野郎と岩崎弟くんがやって、これ岩崎弟くん勝って20万で勝っちゃったっていう話だったんですけども、あのやっぱりお星買いましたね。もう買って売って買って売ってって、もう毎日やってないともうずっと買いっぱなしだと思う。田中理事長先生、お金が回ってこないのね。親お蝶親お蝶とこういうふうになってるわけでございます。岩崎弟くん大丈夫かしらね。そしてですね、性欲野郎とですね、おいっこちゃんやりました。そしたらですね、まあ、私ね、てっきり星合わせをやるおじさんお金と思ったら、おじさんお金送ってこなかった。送ってこなかったら大波注意報が始まっちゃって、思いっきり吹っ飛ばされてて、親お蝶、これ親お蝶なの、こういうふうになっちゃったわけでございますね。おじさんお金送ってきて、とりあえず30万でいいから送ってきてお願いします。本当にね、おじさん本当に、なんで送れるの、親お蝶とこうなってるわけざますわね。はい、そしてですね、お絵かき野郎ちゃんとあの JA 長野ちゃん、まあここにね、これ80万だとかいろいろ書いて、嘘ばっかり書いてますけども、なんとなんとね、JA ちゃん負けちゃうというですね、もう思いっきりなんだか、あらーなんて、話違うんじゃないのなんてこういう風になってるわけざますけどね。まあここはですね、まあ、売って買ってやっぱりタワーマンション買いましたから、 JA ちゃんね、もう大変なんだ、まだ中古で8000万で買ったんざますわよ。ハコーちゃんのうちの近所に、見たわよ斉藤先生、見たわよ、本当にあのうち随分いいとこ住んでるんじゃないの、 JA ちゃん新婚家庭で羨ましいわ、本当に。もう蛇蔵先生も新婚の時にはあんなマンション住んでみたかったけど住めなかったわ、親おっちょというわけでございます。さあそしてですね、結びの一番でございましたね。てるやんとビーズちゃんやりましたね。まあここもですね、てっきりですね、もうこの石浦校長、池口栄冠先生150万先生お願いしますよって言ったんですけども、この人話を飲まないね、もうなんだか偏屈に知らねえとか言いながらですね、思いっきりぶつかっていったら、てるちゃん思いっきり土俵に吹っ飛ばされちゃって、突き飛ばされた吹っ飛ばされたに近い、もう足ガタガタになりながら、もう尻もちで、もう体ベターンってついて落ちていっちゃった。あららららららら、らあららーって、話が違うんじゃないのって、こういうふうに、あらみんな台本読んでるのって、ほんと困るわ、お願いしますわ、
親王朝とこういうふうになったわけでございます。さあいかがでございましたでしょうか。斉藤先生今日あんまり当たらなかったザーマスはね、まあ、たまにはこういう日もあるんザーマスはよ。そして明日の6日目ザーマス、じゃあ6日目のですね、あの割が出ておりますのでちょっとお話ししときましょうね。はい、いきますよ。幕内に入った一番最初はですね、あのあれですね、波造氏バカ野郎と十両から阿鼻子くんが来ます。そしてお母さんがお朝鮮と陰キャ、そして盛岡のてっちゃんと新潟三代目、そして半分フィリピンと、お寺の息子、そして釣りバカと、足首大怪我野郎、そしてジョージア理事長とカルピス現役ちゃん、そして、小林さんちのおげいちゃんと、実家全焼野郎、淡路チンピラとブルガリ2世、岩崎弟くんと親父八百長野郎、そしてハイブリッドと老け銭野郎、そして高速プレイと、野球賭博野郎、モンゴルケタグリ野郎と佐渡ヶ岳三代目、はい、前頭部ハゲ野郎とお茶漬け野郎、はい、プードルお散歩野郎と近畿大野郎、はい、水飲み百姓三浦くんと、裏ビデオちゃん、性欲野郎と智翔ちゃん、親尾町おいっ子と角界へずまちゃん、はい、その次ですね、はい、お絵かき野郎とヤクルトくん、はい、ジェネリックとビーズちゃん、ブサイク野郎と JA 長野、テルボンとサキちゃんの合計21番になっておりまして、そしてですね、重量の方でですね、ちょっとこの何でしょう、親尾町臭いわっていうのがですね2つありますのでちょっと紹介しておきましょうね。岩崎のお兄さんと東白龍くん、それと川端会長と錦富士くんの2番がございます。この重量は間違いなく親尾町でございますというわけでございます。さあそれでですね、この6日目の幕の内ですね、幕の内のちょっとお話ししときましょうか。栃ノ心くんとカルピスちゃんがやると、今カルピスちゃんお金が欲しいんざますね、なんて言ったって七夕の短冊にお金が欲しいって書くぐらいの明月院くんですからね。なぜかっていうと、名跡が買いたい、親方になりたい、日体大なんとかならない、なぜかっていうとこんな人気のやついないからというわけでございまして、お金お金というわけでお金が欲しい明月院くんざますわよ。そしてチンピラとですね、ブルガリちゃんがやるとですね、もうブルガリちゃんなんと日本人になっちゃったんですね。帰化したんですよ。この間あの今週の月曜日の漢方に載ってたざますわよ。びっくりしましたね。あれってこいつなんか青山って見たことあるなと思ったら、なんと日本人になってた。外務省が出してる漢方ってあれ嘘つかないですかね。さすがにあれ見てびっくりしたざますわよ。私もあれってたら、うちの教室 の学生がね、先生この人あの先生お相撲の青山じゃないのって言われ、あ本当だなんてなって、あら申請してたんだって、隠れてやってたのね。大丈夫親お長、あの帰化するときペーパーテストあるんざますけどもね、あの片言の英語とあの読解力とあの識字率でよく受かったなって、やっぱりお相撲さんって特別扱いなんざますわね。白鵬ちゃんもそうだったざます。白鵬ちゃんなんかろくに喋れない、字書けないってざますからね。モンゴル語は書けるんでしょうけどもね。まあそういうわけでございます。さあその次ですね、おいっ子ちゃんとヘズマちゃん。ヘズマちゃんはね、あのアビって言いますでしょ。アビトップっていうね、埼玉でね、あの会社があるんざますわよ。でそこがね、なんだか随分お金出してくださってて、ここのところずっとバカ勝ちしてますわね。親おっちょ。ただこれずっとね、借りて買って買い取ってればいいですよ。ずっと買い取ってるわけだけど、そこまで買い取る資金ないんじゃないのかなと。ただ今場所はまだお金出してくださってるんざますよね。ですけどもこれ来場所再来場所って、あの要するに5月7月9月とかってなってたら、どっかで返さなきゃならないから3勝12敗とかやるざますよ。バカ負けするざますわよってことで親おちょというわけでございます。そしてですね、お絵かきちゃんと佐藤くん、もうこう佐藤くんがですね、今日なんとか勝ちまして、昨日も勝ってたって。昨日は大栄ちゃんねとやって、まああのインチキ相撲もう大丈夫ザーマスのあのインチキ相撲、山田監督お願いしますってこうやったけど、明日はザーマスはね、佐藤くんはですね、あの半グレの柴幸太郎さんにですね、お願いします柴先生ってこうなるわけザーマスはね。お金80万貸してください、出してください、もうとにかくモンゴル倒しておかないと大関守れませんというわけでございまして、で柴幸太郎の半グレさんもですね、もうこれはしょうがない、うちの講演会でやってる以上は、あ君は大関にしておかないとやっぱりお客さん集まらないからね、講演会も金儲け集金するぞ親おちょとこうなってるわけざますわね。
はい、そしてですね、立浪のブサイク君と、J ちゃん、これはもう J ちゃんもですね、ここから後に引けないザーマスわよってことで、なぜかというと、まあ、まだ4勝1敗なんザーマスか、三竹ちゃんね、三竹ちゃん4勝1敗か、うん、そうだね、三竹ちゃん4勝1敗、うん、ただまだ優勝する気満々なのかなというところ、ザーマスはね、うん、まあこのまま優勝して、逃げ切りたいところ、まあただ今、まあ、空地の全勝で高安がハイブリッドちゃんがね、5連勝してますけど、まあああいうタイプはなかなかいけませんし、まあこういう親王朝を知ってる人たちの方が星回せるから、親王朝明日は80出して、おいっこちゃんやこの前にあるアクア君の分をこっちで転ばすかな、回し打ちだよ親王朝、うーん、花びら大回転こうなるわけザーマスはね、どっかで聞いたことある、うん、そういうこと言っちゃダメというわけでございますわね、花びら大回転で J ちゃんの親王朝となってるわけザーマス。そしてですね、明日の結びの一番はテルピーとサキちゃんでございます。まあサキちゃんっていうのはですね、これ基本的な後輩気質、どこに行ってもなぜか可愛がられる、ね、稽古場にね、一門の稽古場に行けばですね、あの当時稀勢の里とか高安とか同じ一番ですからね、部屋は違ってもくっついててですね、先輩お願いしますよ、あいつどうなんですかね、なんてこうやって言ってるわけでありますわね、お前はうるせえんだよなんてこうやって言われながらて、先輩関取お願いしますよなんてこうやって可愛がってもらえる、 なぜか可愛がってもらえる咲ちゃんね、巡業行ってあらって稀勢の里どこ行ったって言ったら、いますよあっちっすとか、見たけ海どこ行ったって、休みっすとかってこうやって言ってるわけなんですね。もう面白い人なんですけど、なんて言ったってさきちゃんはね、もう一番あのお相撲の今幕内力士の中の唯一の勝ち組って言われてる。なぜかというとこの年でもう名跡持ってるんです。はい。大野松っての持ってるんです実は。ただ今大野松っていうのは自分の師匠に貸してるんざますわよ。そして名跡を一回交換して音羽山っていうのをもらって、あの一応持ってるんざますけど、その音羽山っていうのも天海峰だかっていうのに貸してるんざますよ。だから家賃は入ってくるわ、将来は大野松になるわ、もう咲ちゃんの人生もう先はバラ色ですから、今はもう楽しんでお相撲を取ってるんざますわね。そして根っからのあの後輩気質で二所一門の先輩力士たちになぜか可愛がられるね。そして十両時代は親王朝やってたんですけど、今は結構真剣にやってるけども、楽しみながらお小遣い稼ぎをして、明日テルピーから150万もらって親王朝、テルピーは今日は負けたけど明日負けるわけいかない、明日負けたらモンゴルマフィアに殺されるというわけでございましてですね、親王朝、親王朝、テルピーこの豚野郎って、そういうこと言ってはダメザーマスはよ、お客様いいザーマスはね、ダメよ本当に、この豚野郎、この糖尿インポ野郎で、そういうこと言っちゃダメザーマスはよ、ダメ、絶対ダメ、ね、僕は何度も言ってるザーマスはね、このおチャンネルはお上品なおチャンネル、ね、お丁寧なお言葉で大変お品がおよろしい、ね、ですから糖尿インポ野郎とか、ね、ゲイちゃんだとかホモだとかそういうことばっかり言う、ね、ことはギルティーこういう風になる、ギルティーザーマスはよ、ギルティーってこういう風に言うな、言わないとダメザーマスはよ、ですからね、言っちゃいけないザーマスというわけでございます。まあこういうことでございましてですね、まあ結局今のところ、まあ相撲賭博の暴力団の皆様たちがおっしゃってる通りですね、まあ今場所の優勝は JA、まあ、長野ちゃんにさせるんじゃないのというところは今のところ変わってないです。今日負けた、明日負けた、昨日負けたとかそういうあれではなくて、15日間の長いスパンで見ますから、相撲賭博屋さんっていうのは、相撲賭博屋さんは今日勝てばいいってだけじゃないですからね、あれ15日間お客さん集めて賭博やる、違法賭博やってるわけですから、そうそう、今日負けても明日勝つ、明日勝ってもその次負けるって適当にお金を回さないと、全部お客さんから巻き上げてたらお客さん離れちゃいますからね。でお客さんを喜ばせながら自分たちも利益を引くというのがプロのヤクザっていう世界なんざますね、賭博バクトなんざますはね。というわけでございまして、まあ、あんまりこういう話してるとね、当局うるさいざますから、あんまりそういう話はやめるざますわよ。さあそれでですね、まあ、今日はですね、もうお客様ね、来ていただきまして、もう今日は外してしまったということでですね、まあ、とりあえずご挨拶させていただきます。もっともうそろそろ時間くするざますわね。姉ちゃん見てるか、姉ちゃん大丈夫かね、後で連絡します。
はい、川原さん、おコメントありがとうございます。お元気ですか？あれざますはね、何ざますのってよくわからない、言ってる本人よくわからないざますけどもね、やっぱり親王朝の見分け方、昨日そうざましたわね。昨日が親王朝、ここざったざますよね。貴景勝ちゃんと、ね、佐藤君と大栄ちゃんがやった一番は、あれはもうね、本当に分かりやすい一番でしたし、今日もですね、佐藤君一生懸命ね、お金出してやってました。まあ見分けが、ね、こういうところで、何かのご縁でね、こうやって講義を受け、レクチャーを話す側、ね、レクチャーを受ける側のね、お付き合いがあって、まあ、いろいろな見方ね、を養って、お相撲を見ると、あ、お相撲っていうのはインチキ工業なんだなっていうのが分かると思います。はい、それではですね、瀬戸内さん、おコメントありがとうございます。4日目のですね、レポートはですね、 S 評価でございます。すごい、ザマさんはね、もう龍電のですね、インタビューってわけでございますわね。もう本当にああいう字を使ってくる頃、もうちょっと私ね、超念点起こすザマスわよね、お腹痛くって、もうちょっとね、もう大変ざます、もう救急車で、ね、運ばれるざますわよ。はい、愛国さん、おコメントありがとうございます。もう本当にね、造形が深い、お深い造形の中でね、私も勉強させていただいてます、ありがとうございます。永田さん、奥様、見たわよ見たわよ、まってわけでございましてですね、ありがとうございます。あれざますはね、マニュアルトランスミッションの車っていうのはもう最近見なくなったざますよね。今あるでしょ、もう国産車の中でも一部のね、スポーツタイプの車とか、あと商用タイプ、あとトラックだとかを除くと、もう一般的に今乗ってる車は多いのはもうほとんどミニバンばっかりじゃん。あそこはみんなもうオートマティック、しかも CVT ね、無段変速の形の優待でギアを入れるんじゃなくて、もうゴムベルトでね、変速をさせるという無段変速機という形になっても、乗ってる側がね、ただアクセル踏んでればいいだけっていうわけでございまして、あんまり面白くないざますわね。しかもフェンダーミラーもなくなりましたね。フェンダーミラーももう一部なんざますの営業車両、タクシーだとかね、ハイヤーとかその辺だけになってしまって、今の車ほとんどドアミラーになっちゃいましたね。まあ海外からの圧力もあったんでしょうし、ドアミラーの関係はね。まあ、ただあとマニュアルトランスミッションっていうのは、まあ今から十数年前ですか、オートマチック限定免許とかっていうのが自動車の免許の中でできてきて、あれを今のね、免許を取る方たちは取っちゃってっていう形でなっていました。さあ、それではですね、あと他にもですね、お名前をたくさん、おコメント頂戴ありがとうございました。ちょっとですね、お時間の関係上も時間が来てしまったんで、割愛させていただくことを許しください。さあ、エンディングになります。さあ、エンディングでございます。今日もありがとうございました。それではですね、エンディングに入りたいと思います。やらなきゃダメなんざますはね、花田勝氏が今日はなんだか外しちゃってごめんなさい。もうほとんどなんだかもう JA ちゃんとテルピーちゃんが思いっきり負けるというこのこっぱずかしいお相撲をやっていて、こんなことを興行でやっていて大丈夫なの？大丈夫八角ちゃん、大丈夫八角ちゃん、ハンナンフーズちゃんとかムネオちゃんとかによろしくね、というわけでございましてはね、こんな親王朝、この豚野郎ってそういうこと言ったらダメざますわよ。ダメよ、ダメ、というわけでございましてですね、さ、それではまた私が殺されなければお会いをいたしましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう。花田勝氏が、まあいいですか、白鵬ちゃんは親王朝、テルピーは親王朝でした、御嶽ちゃんは親王朝なのね、というわけでございまして、改めましてさようなら。